こんにちは、スタイルハウス編集部です。今回はですね、はい、高見えするスクエアバッグを徹底調査していきたいと思います。はい、かっちりとしたきれいめなスクエアバッグを、ご覧の通り様々なブランドから、お取り寄せしました。はい、数がとっても多いのでまずは前編として4つのブランドをご紹介したいと思います。忖度なしで本音レビューをしていきますので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。はい、それでは早速見ていきましょう。まずはじめにご紹介するのはカルボッティというイタリアブランドのグレタというモデルです。はい、カルボッティといえば、はい、今すごい人気ですよね。人気ですよ ね, すごいパイマでもロングセラーで売れてるブランドですよね。はい、上質な素材と長く使える流行に左右されないデザインが人気になっております。はい、グレタという名前なんですけれども、カルボッティって他にもいろんなサイズとか、はい、あるんですけど、全部エレナとかあとはマリナみたいな女性の名前がモデルになっていて、はい、素敵ですよね。素敵です ね, なんか可愛らしいですね。可愛いですよね。はい、グレタは、人気モデルの中のうちの一つになってます。カラーが、ブラックを選びました。はい、すごいやっぱ大人っぽくて、このゴールドがすごい映えて素敵ですね。そうですよね。はい、この金具の色も実はこう台間で選べる場合がありまして、ちょっとシルバーっぽい感じの金具もございます。はい、素材がレザーでかなりこうしっかりと張り感のあるレザーで、脂肪感もありながらすごく上質なのが伝わってきます。で、中がこんな感じでスウェード素材になっておりまして、ここにチャックがついていて一つ収納ができるのと、表側ですねにも一つポケットがあって収納ができるようになっています。すごくシンプルな作りですけども使いやすそうですね。そうですね。ショルダーストラップがついておりまして、肩掛けもできるようになっております。1,2,3,4,5 段階で調節ができるようになっています。ちょっとちっちゃいサイズなので斜め掛けとかにしても可愛いと思います。実際の収納力を見ていきたいと思います。はい、一見すごい小ぶりなバッグに見えると思うのですが、試しに長財布を入れてみたところ、一応ちょっと当たるものの本当ぴったり収まることができました。はい、やっぱり街がすごくたっぷりあるのが特徴なんですね。はい、それでは他のアイテムもどんどん入れていきたいと思います。はい、はい、今、全部入れてみました。でこうやって見ると本当ちゃんと入っているのですが、閉めてみると、あ、ちょっときついですねそうですね、はい、ちょっと閉めるのはきついので、はい、ちょっとポーチを抜いて、代わりに小物たち、こうリップとか入れるような感じで収納したいと思います。上に行くほどやっぱ細いので、はい、そうですね、上の方の厚みは注意ですね。で今この状態で入れて、はい、こんな感じで締めることができました。はい、若干ちょっと下の方とかパンパンな感じはあるのですが、今ちょっと長財布が入っているので、はい、これをミニ財布にすればもう少し余裕を持った収納になるんじゃないかなと思います。実際に折ってみました。本当にこのサイズ感可愛いですね。私身長150センチ台なんですけど、ちょっと小柄な方が持ってもバランスがいいサイズ感だと思います。ショルダーストラップがついているのでかけてみます。今調節は、5段階中の真ん中にしています。斜め掛けしても腰の少し下ぐらい、少し気持ち長めかなという程度ですが、もう少し短くして調整しても良さそうです。もちろん肩にかけても違和感なく持っていただけます。でもやっぱり私はこの手持ちがすごく可愛いので、こうやってワンハンドルで持つのがいいかなと思います。続いてご紹介するのはスタイルハウスの YouTube でもたびたび出てきている、はい、ポレーヌのバッグになります。はい、今回お取り寄せしたのがルメロセプトというバッグになりまして、はい、ポレーヌって結構形が変わっているバッグが多いと思うんですけれども、今回もちょっとスクエアバッグとしては一癖変わった、そうですね、デザインになっています。今回お取り寄せしたカラーがボルドーになっておりまして、すごく秋らしい深みのある、可愛いです、はい、カラーになりますね。ポレーヌってすごいカラーバリエーションが豊富なところが魅力で、何もこうベージュとか、ちょっとニュアンスカラーのお色が多いので、ぜひチェックしてほしいなと思います。はい、素材なんですけれども、
グレンカーフレザーということで結構かっちりとした素材感になっております。中の作りを見ていきたいのですが、意外とガバッと開くんですよね。本当ですね、すごい、すごいですよね、ジャバラのような感じですね、はい、ここに一つポケットがついていて、ここにも何か薄いものを入れられるような作りとなっております。この中の素材もすごいスウェードのようなふかふかした、すごい触ると気持ちいい感じの素材感になっております。ショルダーストラップがついているのですが、こちら、取り外しが不可になっております。そうなんですね、はい、4段階調整で調整をすることができます、はい、では実際にどれぐらい入るのかチェックしていきます。こちらのバッグなんですが、一見あのスクエアのバッグですけれども、ここから見ると思います、うん、結構この丸みを帯びたマチがあるので、うん、はい、開いた時にガバッと大きく開いて、結構柔らかいですね、たくさん入りそうな感じがします。まず長財布ですが、この中央の膨らみの部分に入れるとちょうどぴったりと収まりました、うん、でそのまま入れていきたいと思います。今かなりみっちりと入っていますが、はい、短パンに入れてしまうと、はい、ちょっと厳しいですね。上にかけて狭くなるバッグですよね。そうなんですよね、はい、きっと今回はちょっと物を減らしてみて、あんまり厚みが出てしまうと入れられなくなってしまうので、薄くを意識してこう入れていくと、こんな感じで入れるとパッチリと締まりました、うん、柔らかくガバッと開いて物は入れやすいんですけど、入れる物の量っていうのはちょっとこう薄めでコンパクトめを意識した方がいいかなと思いました、うん、実際に持ってみました。ストラップ取り外しできないので、手で持つ場合はこのストラップをぶら下げたままこんな感じで持つような形になるのかなと思います。あとは一応こう肘にかけてもちゃんと通すことはできます。ショルダーとして使う方も多いと思うのですが、今4段階中2段階目に長いところをつけていて、ちょうど腰ぐらいの高さになりますね。こんな感じで持つことができます。肩にかけるとこんな感じですね。ちょっと長いかもしれないのでもう1段階短くしてもいいのですが、こんな感じでかっちり持つことができます。続いてご紹介するのはこちらのカメリアローマのハンドバッグです。カメリアローマといえばバイマでも人気のブランドなんですけれども、うん、はい、結構SNS とか、はい、ファッションブロガーなんかが持ったことで話題になったブランドなんですけれども、うん、イタリア発のレザーバッグブランドでして、こういった感じのちょっとフェミニンなハンドバッグが豊富なブランドなんです、うん、なんかちょっと丸みを帯びたシルエットがすごいまた女性らしいというか、可愛らしいですよね、はい、でこちらはカメオというベージュのカラーなんですが、はい、まろやかな感じの色合いで女性らしいです。素材が牛革を使っております、うん、先ほどご紹介したカルボッティとかあとはポレンとかより価格は抑えめなんですけど、素材感とかあと上質さっていうものはすごく高みにするんじゃないかなと思います、うん、ではバッグの中身を見ていきます。ここがすごく便利で、はい、こうカチッとするだけで開くっていうの、うん、結構嬉しいですよね。楽ですよね、はい、で中もポケットが手前に1、2とありまして、で奥にジップ付きのポケットが入っております。ポケットの数多いんですね。多めですよね。スマートフォンなんかもここにしまうことができそうです、はい、あとはこんな鍵が付いておりまして、真ん中のところを回すと口が開かないようになっています。ロックがかかるんですね。そうなんです。重さなんですが、こちらがすごく軽くてですね、はい、590g。 結構この手のバッグって重いことが多いんですけど、その中では軽い部類だと思います、うん、こちらもショルダーストラップがついております。調整ができない仕様になっています、うん、実際の収納力を見ていきたいと思います、うん、結構台形バッグの中ではちょっと大きめなので、うん、例えばペットボトルなんかは縦だとちょっとはみ出ちゃうんですけれども、はい、こうやって横にするとこんな感じで入りました、うん、こちらもすごくマチたっぷりですね。はい、マチがとても広いなと思います。なのでこう長財布なんかも余裕で、はいはい、入れることができます。他のアイテムもどんどん入れていきます。はい、
こんな感じで携帯の収納部分もうまく活用しながら、入れていきました。で、はい、この状態でちゃんとしっかり締めることができました、はい、大きな形崩れとかもなく、うん、ちゃんと収納できたのですごく収納力が高いバッグなんじゃないかなと思います、はい、締める時もワンタッチでカチッと締まるのが便利でいいですよね、うん、はい、こちら持ってみた感じです。やっぱりちょっとスクエアバッグとしては大きめなのでちょっとカッチリしたイメージになりますね。フォーマル感増すのでちょっといいレストラン行く時とかそういう時に持ちたいサイズ感だなと個人的には思いました。肘にかけても今ちょっと分厚いツイード素材の服着てますが余裕で肘にかけることができます。ショルダーストラップです。こちらの調節ができないタイプになっています。かけてみると意外と短めですね。ウエストよりちょい下ぐらいになっております。長身の方は短く感じるかもしれません。肩にかけても割と短めで私の身長だとすごく物の出し入れがしやすい長さです。最後にご紹介するのはこちらの、クロンヌという韓国ブランドのバッグになりまして、スイングジーントートというものをお取り寄せしました、はいはい、今まで見てきたバッグの中でも、うん、特に丸みを帯びたシルエットがすごい特徴的なんじゃないかなと思います。ここの四角の部分がやっぱインパクトあって一個ワンポイントになるのが素敵ですよね、はいはい、私これ韓国ドラマでたまたま見かけたことがあって、はい、可愛いなと思って調べたらこのブランドだったんですよ。そうだったんですね、はい、なので多分韓国国内でも話題なんじゃないかなと思います、うん、はい、今回お取り寄せしたのがグレージュになりまして、まあ、すごいご覧の通り大人っぽい普段使いもしやすいですし、まあ、きれいめなコーデにももちろん合わせやすい色合いなんじゃないかなと思います、はい、バッグの作りを見ていきたいのですが、はい、まずこのバッグの後ろ側にですね実は大きなポケットがあるんですよね。これすごい便利ですよね。いいですね。カードとかスマホとか、はい、さっと入れられてますね、はい、中も見ていきたいのですがこんな感じで3つの仕切りになっております。これすごいですよね、これはいいですね、はい、このサイズ感のバッグでここまで実用的な中身の仕様になっているのはすごいびっくりですね、うん、珍しいですね、はい、あとは取り外し可能な、ショルダーもついておりまして、はい、こちらは5段階で調整が可能になっております、はい、それでは実際に収納力をチェックしていきます。こちらのバッグですがこの中央部分がかなり大きいのでペットボトルも横にすると余裕で入れることができます。長財布もスッと余裕がありますね、うん、はい、かなり余裕で入れることができます。他のものも入れていきます。こんな感じで入れてみました。よく取り出すものとあとは小物類をこの背面に入れて、うん、分けて収納ができるのが便利です ね、はい、あとは一応裏面にポケットもここにもカードとかは入れられます。この状態で締めてみても全然窮屈感がなくすっきりと収納できました。実際に持ってみました。形が大きめなバッグなので本当に通勤バッグとしてもなんか使えそうなサイズ感だなと思いました。手に持ってみた感じとあとはこうやって肘にもちゃんとここが広いのでしっかり通すことができます。ストラップの方は今5段階中3段階目の真ん中のところにつけていて肩にかけるとちょっと長いかもしれないのでもう1段階短くしてもいいのですがこんな感じで持つことができます。斜め掛けにすると私の身長で腰ぐらいでちょうどいいですね。パカッとマグネットで開け閉めできるのですごい物の出し入れがしやすいバッグだなと思います。ということで今回は、高見えするスクエアバッグを紹介していきました。今回は4つご紹介しましたが、はい、ゆきさんこの中で買うならどれが欲しいですか、はい、そうですねどれも魅力的だったんですけれども、はい、すごい気になったのはやっぱカルボッティのバッグが気になりました。黒とゴールドのコントラストがすごく私好みで素敵だなと思ったのとやっぱ素材がしっかりしてるし、そうですね、はい、中身も高級感あるのですごい長く使えそうだなと思ってこちらにしました。そうですね、はい、本当にこう年齢を重ねていても使えそうですよね、はいはい、ちなみにどちらが気になりますか、はい、私はこれですね、はい、クロンヌのこちらのバッグです、はい、なんかスクエアといっても形がコロンと丸っこいので、うん、
ね、フォーマルなシーンだけじゃなくて、はい、普通にカジュアルな場面でも全然使いやすいっていうのと、ね、はい、あと中の、ね、仕切りがとっても優秀で3つ、うん、仕切りがあるっていうところが私にすごく刺さりました。まさに使いやすいバッグ、ね、はい、そうですね。近日中に、ボリューム2も公開しますので、はい、ぜひそちらも楽しみにしてください、はい、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。Thank you.